んにちは、ちーと申します。今回は博物館周りのクリエイトです。今座っているこの辺りは配信で作った場所なんですけど、この奥に博物館があります。はい、こちらですね。今回はこの周辺を作っていこうと思います。はい、では早速作っていきましょう。まずは博物館の周辺に崖を作っていきます。そしてこんな感じで博物館を囲うようにぐるっと崖を作ってみました。ここはちょっと邪魔な部分を撤去して地形をいじって、あとは階段の位置を考えておきます。博物館の手前には斜め橋を架けたいので、位置を考えながら川を作ります。あとはちょこちょこ木を植えたり、逆に引っこ抜いたり、いつも手を動かしながら考えていることが多いです。ちなみに橋の種類は石の橋にしました。そして博物館の裏なんですけど、ここは最初は海の見える遊歩道にするつもりでした。なので今ここでせっせと道を敷いてるんですけど、後でいろいろ変わります。この奥には3段目の崖を作っておきます。そしてこの辺りはひたすら植林ですね。この後道沿いに柵を立てていきます。右側は種類を変えて鉄の柵も使っています。はい、ここで一度手前側から眺めを確認するんですけど、右側が結構スカスカでちょっと気に入らなかったので、ここを修正していきます。ボリュームを出したいので川を少し埋めて、あとは高さを出すために崖を増やしました。ここは遊歩道にしようと思ってた場所なんですけど、3段目の崖を作っちゃいます。崖の上はちょっとノープランだったので、とりあえず木を植えておきます。崖があると滝を作りたくなっちゃうので滝も作ります。再び景色チェックで、まだ隙間があるのでここも埋めたいですね。ということで、ここで遊歩道を潰して崖を広げます。ついでに崖の上にガゼボも置いてみました。いい感じにボリュームアップできたと思うんですが、ちょっと崖肌が気になったので2段目の木を増やします。右はこれでいいとして、今度は左も気になってきたので、こっちにもガゼボで。やっぱりガゼボは雰囲気が出ていいですよね。
博物館の後ろ、ちょっと遊歩道ではなくなっちゃったんですが、海を眺める休憩所になりました。博物館前はアーチタイルの道を敷いておきます。そして日付を進めて橋を設置しました。橋の架かった川と奥の滝をつなげたいので少し修正していきます。後ろから眺めるとこの手前の崖が少し邪魔な気がしてきたので少し削ります。噴水の周りも狭いのでこの辺りも広げて、階段設置予定のところなんですけど、ここは左側からの川をつなげます。で、階段の下で川が続いていくようなイメージで作ってみました。そしてまたちょっと博物館前のレイアウトを修正します。久しぶりに大型の化石を飾ってみました。化石の周囲には木を植えたり植物家具を置いておきます。この辺り崖がちょっと直線すぎるなと思ったので崖を削って少しグネグネさせました。遺跡の飾り柱も似合うと思ったのでさりげなく設置。左側の崖埋めも囲うように木を植えていきます。階段は石の階段を設置しました。録画ミスでちょっと場面が飛んじゃうんですけど、噴水の周りには島と練り子やベンチ、そして街灯も置いてます。そしてその隙間にお花を植えていきます。噴水前から階段あたりにも道を敷いておきます。また隙間にお花を植えてます。色は白、緑、黒を選んでます。マイデザの道が途切れていたのでここも自然につなげておきます。花畑には埴輪を潜ませておきました。はい、これでもうほぼ完成なんですけど、あとは細かいところを仕上げていきます。